スティールを使った覚えなんてないんだが、俺にできるのは持ち主に返すことだよな。一体誰のものなんだよ。このスバが一筋縄ではいかないゲームになって登場。ああ、難しいって意味じゃなくて恥ずかしいって意味でね。この素晴らしい世界に祝福を、この欲深いゲームに審判を、ゲーム化決定。の爆裂魔法は何点ですか？マイナス90点を決めてやる。メグミン、ここの観光案内してほしいんですけど。いい仲間で何よりだね。姉ちゃんが男引っ掛けて帰ってきた。よし行け。コウマの里の魅力が分かったところで、さらにとっておきの場所に案内してあげます。ようこそ我が魔法学園レッドプリズンへ。我が名はシルビア。コウマ族は自らが守ってきた力によって滅ぼされるのだ。あの時、爆裂魔法しか使えない魔法使いを拾ってくれてありがとう。走れキュッと心つないで勝負よシルビア。絶望しろ。まずい、逃げろ。私の目が黒いうちはここは通さぬ。任せて。無茶です。こんな分の悪い危険な崖。お前は出会った時から輝いてただろう。映画この素晴らしい世界に祝福を、紅伝説。メグミンはもう爆裂魔法を信じてないの？俺はあの時なぜ指輪を拾ってしまったのだろう。そしてなぜ不用意に指につけてしまったのだろうか。指輪にはくっそはた迷惑な呪いがかけられていた。それは自分の意に反してパンツをスティールしてしまう呪いだった。しかも履いているものをだ、つまり脱ぎたてだ。人気テレビアニメこの素晴らしい世界に祝福をが堂々のゲーム化。一部は呪いの解除料金3000万エリスを工面するためにメイド喫茶やアイドルプロジェクトで奮闘する物語だ。当然取っちまったパンツを放っておくわけにはいかない。自分が持ち主だと言い出さないあいつらの一言一句に気をつけてパンツの持ち主を探し出すんだ。そしてパンツ裁判を開いて証言をもとに持ち主を見つけ出し、紳士的に、そう、あくまで紳士的にパンツを返してやろう。俺がパンツの持ち主を当てた場合はご褒美を受けることができるぞ。外した場合はお仕置きが待っているけどな。そして2部では一部で一番親密度の高いヒロインとのキャラクタールートが展開。今から言っておくけど、なんかギャルゲーっぽい展開はないからそのつもりでな。水を司る女神のはずなんだけど、能天気で借金をこさえることには定評のあるアークプリーストのアクア、爆裂魔法の使い手なんだけど、 MP がとにかく足りなくて一日一発しか打てずじまい、アークウィザードのメグミン、防御力関連スキル満載なんだけど、とにかく妙な性癖の持ち主で攻撃が全然当たらない変態クルセイダーのダクネス。どうしようもない奴らなんだけど俺の仲間だったりする。他にもダクネスの友達であり、俺にパンツを取られた最初の犠牲者である盗賊のクリス、町で魔道具店を営むリッチーのウィズは魔王軍の幹部だ。メグミンの自称ライバルで上位魔法を華麗に操る。